へなってまーす。頑張ってまーす。へなってキュッキュッで、これもこっち、うん、左に倒す、はい、で、またこの分け目にヘナをいっぱい塗り、ペタペタまた入る、ね、ペタペタペタ押し込んでね、押し込んでね、うん、思い出してあとそこじゃあ2回ぐらい分けてできるかな。はい、もううまくいってる、うん、パンに飲められたー。ヘナはこう、もう髪がね、うん、サラサラ変わってると、うん、ちょっと楽ってもうこれ以外あげないって言っときます。お花とピアノ先生はね、だいたいヘナ向きなんですよ。言っとく言っとくよ、みんなに。みんなに言っとく。ピアノ先生はヘナ向きだって言われました。ちょっと置いとく。はい、はい、よし、後ろ、はい、やるぞー。おー、後ろがね、この間忘れちゃったの。どうやってやんだっけ、後ろ。前はしっかり覚えてたんだけど、ほら。そうか、記憶に残らないから。そう、後ろがね、一番大事な、見てないから、ね、そうそうそう、うん、そうそうそう、こうでーす、そうそうそう、あ、はい、片手にヘナ取ります、たっぷり、はい、たっぷり、で先に向かって、おい、あ、短い、意外と短いから楽、シュシュシュ、そうすると中にちゃんと、うん、こんな感じ、はい、こんな感じ、こうやって、うん、ヘナ、ここが今度また頭皮に浸透させていくポイント、うん、でこう、ここから取ってこう、うん、耳の後ろあたりから、よし、で先に向かって、で、塗り広げる、いい、あー、ちょうどいい、いい感じがする、そうそう、意識しながら、そうそうそう、きれい、滑るところは、ヘナがちゃんと塗られてる、塗れてるところ、はい、ラスト、ラスト、はい、こんなんでーす、オッケー、はーい、後ろはじゃあいけました、1本に、おー、すべすべです、この前と違う感じだね、このなんていう、なんとも言えないこの、なんですか、このスルーっていう、いい顔してるいい感じです。多分自作こうじゃなかったんだね、なんかね、あれみたいな、ドドドみたいな、トトロって硬かったんだね、そうだね、俺もパソコンにずっと入れてなくてね、オッケー、オッケー、容量的にはこんなんで、ラップします、ラップするよ、ラップ、肩幅にキットにはなんとラップもついてます。はい、で後ろに持っていって、うなじに、うなじ決めた、じゃ左手からゆっくりふわっと、はい、ふわっと、でまず切ってからだね、切ってから、切ってから、でここ蓋してできた、できた、ないんですけど、これ家にどうするんでしょうか、ないときは家で、ね、ちょっと俺